はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具深夜便今日はこんなお話です。はい。え今日もまた三つお話をしたいと思うのですが、え今日は一つは新しいお店に行ってきましたよということで、えデルフォニックスのですね、 え、直営店のスミスっていうのが大手町にできたよということなんで、そこのにちょっと寄って参りましたっていうのが一つと、あとはですね、最近買って良かったもの、これカインズのものなんですけども、ちょっと良かったのでこれを紹介したいっていうのと、あとはね、文具系ガチャをちょっと開けてみたいと思います。ということで、今日はその3本でいきたいと思います。はい。まずはね、え、このスミスですけれども、スミスといえばね、もう本当に出る方のお店としてですね、ま、いろんなところのね、ま、駅ビルなんかにもいっぱい入っていたりとかするので、行ったことある方もいらっしゃるかと、 思いますのデルフォニックスのね、えー、お店なので、ロルバーンとかそういうのもいっぱいあるし、えー、あとはいろいろと海外の ちょっと、おしゃれな感じの。ま、ああの、あんまり、いわゆる日本の文房具屋さんっていう感じじゃなくて、まあ、海外テイストの感じのものがいっぱい置いてあってですね。ま、あおしゃれな。まあ、文具雑貨というか、ま、ああと時計だったりとかライターだったりとか、ま、あちょっとね、ま、あそういう道具もあったりして、えー、カバンとかもね、置いてあったりとかするんですけれども、ま、あそんな感じのお店ですけれども、まあ、いろんなところに出店してるんでやっぱ駅近くが多いかなという印象ですけれども、えー、今回は大手町ということで、えー、まあ、僕はね、よ く通る道なんですよえっ、ー、と、東京駅からえ地下道を通ってですね、これ地下2階にあるんですけれども、日比谷線の方にえこう乗り換えるときにですね、ずっと通る、えー、地下通路があるんですけども、そこのところの道沿いにあるところで、以前はね、違うなんかね、文房具のお店入っていたはずなんですけれども、あれはどこだっけな名前忘れちゃった。えっ、ー、と、がなくなっちゃったので、ああ、なんかここで文具ね、 移動中に、いつもなんかチラリと寄ってはですねえ、文房具を見るっていうのをやってたんですけど、それがなくなったなと思ってたらですね、えー、また違うお店ということで、まあ、デルフォのスミスがオープンしましたということでですね、行ってまいりました。えっ、ー、と、見た目はこんな感じです、ポンということで。えー、今多分インサートで画像が入ってると思うんですけれども、すごいね、スッキリとした綺麗なお店なんですけど、そんなにね、広いお店ではないんですね。まあ、本当に駅の地下のですね、あの、大手森って言って、まあこの、 えー、スミスがあるところは、まあ、本当にその、えー、大手森というエリアの一番端っこで、えー、そっからですね、もう内側に行くと、まあ、飲食が入っていったりとかいろいろするので、ね、移動中そこによってはですね、まあ、なんかお腹空いてるときはそこでなんか食べたりとかもできるんで非常にいいんですけれども、まあ、そこでですね、一番通りやすいというか、 まあ、乗り換えで人が一番通るところにお店が出ていますということですね。3月の18日にオープンということなので、まあできたばっかりでもうお店も綺麗なんですけれども、まあせっかくなのでね、ちょっと立ち寄ってなんか買ってこようかなと言って買ってきましたということですね。一応ね、あの、限定ロールバーンが出ましたよということで、横型の限定のロールバーンで、まあ大手森っていうぐらいなんで、こう、こんな感じのですね、森のデザインっていうか、まあ木々が印刷されているやつで、 横型で、なんですかね。縦型は結構限定品多いんですけども、横型のノートで限定品って珍しいななんて思っていて、まあいいなとは思っていたのですが、まあ今回はそれとは違うもの。まあ多分ね、売り切れてたんだと思うんですよね。店頭にはそんなになかったので、えっと、違うやつを買ってきました。ということで今日何買ってきたのかというと、単にね、今日はあれですよ。買い物した自慢ではあるんですけども、と、あとね、今オープニングの記念ということでですね、いくらだったっけな ?1000 円以上か2000円以上か忘れましたけれども、 した場合にですねこのトートバッグに入れてくれるよということで、えー、入れてくれました。なんか素敵な感じの袋なので、まああのね、せっかくもらえるものはもらっていきましょうということでもらってきました。で、まあ今回買ったのは、ロールバーンのフレキシブル。 なんですけれども、小型のフレキシブルはずっと持ってなかったので、まあ、せっかくなので、あの、大きい方のね、ロールバーンフレキシブルは以前にも動画で紹介したかと思うんですけど、持ってたんですけれども、ちっちゃいやつが出たので、えー、それをですね、まあ、あの、前から出てたんですけども、今回は、その限定品ではなくて、普通のロールバーンのフレキシブル買ってきました。なんですけれども、なんかね、改めて、なんか、ロールバーン <laughs>、いいね。これあの、 サンプルが出ていて、本当はね、これ黒、これも本当に黒一色の、なんかちょっと合皮ーーっぽい感じのあれなん、になってるんですけれども、なんかこれじゃなくてもうちょっとね、おしゃれな布っぽい風合いの表紙っていうか、のやつもあったんですけれども、今回あえてこの黒にしたんですけれども、なんですかね、あの、やっぱデルオニクスっていうかもう本当にね、ロルバーンってノートの中ではある種別格なんですね。 あの、これは差し替えできるタイプなんですけど、リングノートの中では他のメーカーのノートとは全然やっぱり、えっと、立ち位置が違うというか、紙が黄色い。で、方眼が入っている。で、砲丸が、これあの、めっちゃちっちゃいドット方眼なんですよ。まあ一応紙の質は多分一緒だと思うんで、あれですけど、これあの、リフィル買ってきたんですけれども、これあの、紙がですね、すごい細かいドット方眼になっていて邪魔にならない。 視覚的にほとんど邪魔にならない。で、えっと、普通のリングタイプだとここにミシン目が入ってて切り取れる。しかも、ポケットが最後についていて、なんかレシートとかそういうの入れておくこともできる。みたいな、ゴムバンドもしっかりしたのがついているとか、もう本当にですね、あのー、リングノートで便利な機能とか、いいところをですね、全部盛りみたいな感じのノートで、ロールバンはすごいなと思うんですけども、で、その中でもこの、最近割とね、あのー、頑張って作っているやつとしては、この、 まあこれ一時的なもので終わるのかと思ったら結構ずっと続いてるこのフレキシブルってやつなんですけど、ロルバンフレキシブルは、えっとこのページの差し替えができるということで、まあシステム手帳的に使えるよというのがまあいいところですね。でまあこんな感じになっていて、こう、ここが外が切れているタイプの紙が、まあこれ最初買うときは表紙は表紙だけなんですけども、でこれ入れて使うんですけども、まあ適当にこう全部一辺とかだと結構厳しいので、ちょっとなんか、えっとちょうどいいぐらいのえと両図 ずつですねこの紙をここに差し込んでいくわけですが今日ちょっとねまあ、動画で急いでいるので結構いっぺんにこうムニムニって入れちゃいますけれどもこんな感じでですね紙を入れますまあほは少ない量ずつですねきっちりはめていってあげるとしっかりいけるのかなと思いますけどこんな感じでですねまあ今ちょっとヘラ使ってますけれども よ、こんな感じで、ちょっと多いな。こんな感じで、えっ、ー、と、差し込めば、まあ、普通に入れられます。よっと、よ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 っと、はい。えー、いう感じでですね、まあ、こうやって、はめていくといいかなと思います。えっ、ー、と、別に、 あの、指で押してってもいいんですけど、指が太いので、リングとリングの間に指が入らないという問題があるので、ちょっと今日は、えー、こんなヘラみたいなものを使ってますけども、まあ、定規とかで押してあげても全然いいんかなみたいな感じで入れてあげると、綺、え、麗、ー、にはまるかなと思います。こんな感じで、えっ、ー、と、ノートになるわけですけども、フレキシブルは、やっぱり、えっ、ー、と、この中身を何度も入れ替えて使うので、表紙がね、 あの、いつもね、この表紙は何回でも使うっていう風になっているので、まあ、あの、ボール紙じゃなくって、これが、なんかね、違う素材で作られてるんですけど、中、新材はもしかしたら紙かもしれないんですけど、周りがね、これめちゃくちゃよくできてて <laughs>、これはね、あの、わかりますかねあの、いわゆる、革製品とかだったら、小葉のところをね、あの、革を、まあ、貼り合わせたりとかした時に、あの、横の切り口の切りっぱなしのところをですね、小葉塗りとかしてやって、こうね、 あの、塗料が塗ってあって、こう、綺麗にしてあったりするんですが、あんな感じの雰囲気になっていて、ぴっちりこう、綺麗にね、あの、閉じられているんですよ。これどんな作り方してるのかわかんないですけども、これはもしかしたら、だから、プラスチックの成形品なのかもしれないですね。なので、こんな感じなんですけども、で、気が利いてるのは、ここ薄いんだよね、ちょっと。ほら。 ここの部分は、だからちょっと薄くなっていて、こうやった時にですね、まあやっぱりこのリングの周りのところっていうのは、まあ柔軟性もちょっと欲しいし、やっぱり厚みもちょっと減らしたいということで、ここ薄くなっていて、こっからちょっと分厚くなってるんですよ。で、まあ脂肪っぽいのがあって、皮脂肪っぽいのがあって、ここにロルバーンのロゴが入ってるんですけど、この感じってさ、なんでっていうか、あの、その道具の中でも、このタイプの、 質感っていうのを久しぶりに触ったので、いい,いなと思って、あの、感じとしてわかりやすいかどうかわかんないですけど、モデルガンとかで、あのね、あの、こういう質感のグリップの感じとかがあったりとかして、割と、なんでしょうね。あの、日常の道具っていうよりは、まあ、そういう感じのなんか、ものの手触りみたいなのがあって、いや、道具は道具なんだけど、手にこうギュッて、 フィットする感じのもので、なんか工具っていうよりは本当に重機みたいな感じで。銃重機ってあの、あれですね、物入れるものじゃなくて、あの、なんか、本当にあの、拳銃とかのね、こう、質感みたいな感じな、ああいうののね、最近まああの、樹脂でできているグリップとか多いので、そんな感じの雰囲気があって、すごいね、持った感じのね、この、なんですかあの、こうね、ミリタリーともちょっと違う感じの、 <laughs> なんかね、いい感じのですね、手触りと、この安定感っていうのがあってですね、いいなと思いました。で、まあ今回は普通にメモとして使おうかなと思っていて、これ用に、あの、これ、こでね、これ、こうやって、あの、全部開けるじゃないですか。今ちょっとあの、無理くりあの、急いで、あの、紙を入れたんで、ちょっとリングが歪んじゃった感じがしなくもないんで、ここのリングがやっぱちょっとね、 不安は不安ですよね。あの、普通のリングノートと一緒なんであれですけれども。ただまあこんな感じなで、まあやっぱり、その、ディフィルね、方眼以外にも、えっと、なんだっけ、マンスリーとかウィークリーとかのフリーのタイプの、えー、手帳と、あとは、継線があったんですけど、まあ今回あえて方眼にしているのは、やっぱり、まあロルバーンの進骨頂はやっぱりですね、この方眼だと思っているっていうのがあるのと、 ちょっと今ちょっときね、あの、飛んじゃってるかもしれませんけども、結構綺麗に、方眼なのと、あと横向きに使えるので、まあ、こうやって置いた状態で、横置きして使えるかなと思ったので、そんな感じで買ってみました。なので、これはちょっとその、なんでしょうね、そういう良さがあるっていうところですね。 で、一応オプションとしては、まあ、いくつか種類があるのかもしれませんけれども、えー、今回はですね、えっ、ー、と、これ、インデックスだけ買ってみました。他のやつは、ここになんかシリーズって書いてあるけど、えー、各種リフィルとかアクセサリーとか書いてあるので、まあ、リフターみたいなものとか。でね、これちょっとあったら買ってきとけばよかったなと思ったのは、まあ、ペンホルダー的な下敷きと、あとはこれね、 あのー、えー、袋になっているタイプですよね。これ、スライドジッパーが付いてるやつがあるのかなということで、ロルバンポケット用の、ポケット付きメモ用のアクセサリーにも対応してますよってことなんで、これはちょっと今度見つけたら買ってこようかなと思ってます。で、まあ、いろんなリフィルがあるよと。で、これは、だからその、えー、普通のロルバーにも使えるタイプのリフィルなんですけど、面白いのは、この、引っ掛け方なんだけど、上はこうやって差し込んで、下の端っこはここでですね、やっぱりこれをプチッと、ね、 え、リングにはめてあげればいいよということでですね。まあ、こんな感じになってます。ね。なので、こうやってあげると、途中にこういうインデックスもつけれるし、ということで、ああ、いいんじゃないのかなと。でこれもインデックスも差し替えが非常に簡単で、パチってやるだけで差し替えができるので、違うところにずらしていくこともできるんで、まあ、今日開きたいとこ、ここっていうのも、え、簡単にできるんで、まあ、しおり的に使えるっていうところですね。めちゃ渋。 この形が、形とこの手触りがめっちゃ渋だったので、今回はですね、これに一目ぼれして、もうちょっとね、なんでしょうね、ちょっと女子受けしそうなあの心がもうちょっとファブリックっぽいパターンのやつもあったんですけれども、今回はちょっとね、あの、おっさん臭いですけども、こういうのがいいなと思って買ってきました。 で、今ちょっと開いて色々と思ったんですけれども、ただまあこれは本当に、でね、ゴムしっかりしてんのやっぱりいいよね。やっぱ長いこと使うってところを考えると、やっぱこういうところはですね、ゴムの厚みと幅が全然違う感じ、しっかりしてます。ね、あの、そこはね、あの、某イタリアのモグラの川の人にはですね、あの、ちょっと、えー、っと、見習っていただきたいっていう、このしっかり感ですよ。 本当によくできてます。なんで、なんですけど、ちょっと厚みがあるので、今ね、こうやって開いたじゃないですか。開いた時に、右ページに書こうと思うと、やっぱこいつがね、 やっぱ厚みがあるからちょっと浮いちゃうかなという気がします。まあ綺麗にやれば別にこれでもいいんですけれども。なんで、どっちかって言うと左ページの方が書きやすいかなという感じはしますね。なんで、まあ横書きで使うときにどっちを開くかっていうのもいろいろあるんですけれども、まあなんかこの書くことを優先するんだったら、まあこっち側を机に置くともう本当にフラットに書けるかなという感じなんで、こんな感じですね。まあもちろん畳んだらどっち側でも一緒なんですけども、ということで、まあそんな感じで使えるかなと思います。今ね、 ちょっと、あの、リング、なんか、言った、言った都合ちょっと気になっちゃいましたけど、ここはちょっとなんかこうやって、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 ちょっとね、整えますけれども。で、まあこれもちょっと気になるっちゃ確かに気になるんですけれども、あの、とは言ってもですね、やっぱこの割り切りがあるからこその、ロルバーの軽さかなと思うんですよね。ここがやっぱり、金属製のバインダーとかにすると、もちろんそれは、ほら、システム手帳になるわけですけど、この表紙しかないところと、 簡単なところが、やっぱこのロルバーンらしさでもあるし、非常にいいところだと思います。なんで、まあ、そうですね。しいて言えばこれが曲がっちゃった時とかに、やっぱこの表紙も結構するんで、なんで、この曲がっちゃった時とかにこれをなんかね、交換できたらいいななんて思わなくもないですけどね。このあの、穴感覚が、実はロルバーンは確か、ピッチがあれなんですよ。えっ、ー、と、ISO ピッチじゃなくて、えっ、ー、と、ジスピッチなんですよね。 いわゆるルズリフと同じピッチだったと思うんですよ。なので、えっと、ノート、いわゆるダブルリングノートと確か違うんじゃなかったっけだったような気がします。なんで、ちょっとすいません、違ってたらごめんなさいなんだけど、ピッチが普通のノートと違うので、そのまま使えないんじゃなかったかななんで、このリングっていうのも、なんか市販あんまりされてなかったりとかするところがあったりするので、まあ、このリングね、 が気になるところではありますからね、というところですね。交換部品としてこのリングが欲しいって感じですね。もし売ってたらごめんなさい。はい、というところでですね、非常になんか、この、な、出実合憲的なこの見た目が、まあ僕としては非常に気に入ったので、今回は、えっと、このね、スミスで、ロルバーンのですね、フレキシブル。 のまあ、これを買ってきましたでまあやっぱりあのリフィルが足りなくなるとすごく不安になるなる屋さんなので僕はやっぱりこういう、えー、ものはですね一応予備を、えー、とあと2つ分買ってきましたけれども、まあ、ノートに使って性を出して書いていきたいなというふうに思いますという感じですねねいやででも本当に、ね、あのなんでしょうね。 あの、他のジャンルだとあんまりあれなんですけど、で、紙質とかを取ればもちろん色々ね、例えばそのリングノートとかで、OKB、OK、なんかでも採用しているニモシネとかも、あの筆記用紙としての非常にレベルが高いという意味では、そういうのもあるんですけれども、こういう、なんですかね、あの手帳的なメモとしては、まあ、大中小ありますけども、本当にロルバーンってこのクリーム色の紙も含めてですね、非常に全ての細かいところに気が、 行き届いている。ゴムバンドであり、表紙であり、そのデザインであり、紙質で、形線の色、で、それからこの切り取れたり外せたりする部分、オプションのパーツ、一個一個のデザインをね、めっちゃ丁寧に作ってるなっていうふうに思います。なので、なんとなく仕様でリングノートを作ってるわけではないっていうのが、やっぱりね、その、まあ、ロルバーンできた時にね、前以前にロルバーンの あの、ムックが出た時にも言いましたけれども、ロルバン作ってる人の思いがめちゃくちゃ強いんですよね。なんで、これはやっぱり、やっぱデルフォニクスすごいなって思う、えー、プロダクトの一つです。ということで、まあ、ロルバンはどれ買っても買って損のないノートかなと思いますので、えー、今回はですね、えー、このノートいいなと思って、えー、買ってきました。で、やっぱりね、せっかくなので、あと、もういいところはね、何ページか使って、いや、このロ、 ね、書き方じゃなかったと思ったら、ペリペリって剥がして、またページ足せるところがいいですよね。っていうことなんで、これはあのメモとして使っていきたいなというふうに思いますので、えー、今回はですね、この買ってきてまあ本当はね、使ってるところも見せられればいいんですけれども、まあ今日はね、開封だけっていうところで、まあこんな感じですけども、実にいいね。えー、まあ男前なノート買ったぞという感じなので、えー、と今回はそんな感じですというところですね。で、まあこれが1個ですね。はい。 それから、あとはですね、えっと、二個目なんですけれども、これはですね、あ、ちょっと、電気つけてなかった。ごめんね。あの、ちょっと明るさが急に変わるかもしれないですけども。えっと、すいません。こんな感じです。はい。えー、二個目はですね、これですけど、これ何だかわかりますかこれ。これ。こんな、こんな,んなんですけど、もう使ってるんでちょっと汚れてますけども、こんな感じです。これがですね、えっと、はい。えー、カインズで買ってきたんですけども、はい、こちら。えー、扉にかける折りたたみ、えー、くず入れ、台。 っていう製品ですね。これ台、大と多分中とか小とかがた確かあったと思うんですけども、カインズさんで買ってきましたっていうやつなんですけども、これはですね、あの、まあまあ、なんかこの、こんな形になってるんですけど、あの、ここが、こう、ちょっと柔らかい、ね、樹脂になっていて、こう、パカってやるとですね、バコってやると、厚みがボ、ボンと、ボンと、ボンと、大きくなる。 ちょっと画面が近すぎて、ちょっとあれですけれども、こんな形になっていて、要はこれ何かというとですね、キッチンの、あの、引き出しの部分っていうか、下ね、シンクの横の下の部分ですよね、に、あの、扉になってるところに引っ掛けてあげるゴミ箱ですよ、ということですね。これは単体でもこうやってあげると倒れないようにちゃんとできてるのもいいところなんですけども、キッチンのシンクに引っ掛けておくと、ゴミ捨てがすごく便利だよっていうものなんですけれども、 いや、これキッチンにもちょっと使おうと思ってもう一個買ってこようかと思ってるんですけど、実はちょっとね、使ってみたい用途があって買って参りました。何かというとですね、自分のデスクの脇のところにこれが付けられるんじゃねえのかと思ってですね、まぁ、あ、今回買ってきたわけです。ということでですね、まぁ、あ、ちょっと、えーと、このね、どこっていうところで買い、この画面をですね、ちょっと動かしますね。動かして、ニュ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 と、今ね、僕あの、 デスクでこれちょうどやってるんですけども、僕のデスクの横の部分をちょっと映しますね。こんな感じです。ちょっと向こうちょっと見えてますけれども、このぐらいにしたらいいかな。僕の足、ちょっと足が今映ってますね。こんな感じです。こんな感じになってます。で、よいしょ。これでカメラを固定してですね。 で、これあのデスクですね。僕の左手が出てますけど、こう引き出しです。これあのメインの引き出しで、この間もちょっとお見せしました。いろんな道具がですね、あの定位置管理されてるんですけど、こっちはわりかしあの、いろんなものがごちゃごちゃ入っている小物スペースなので、ちょっとあんまり見せてもあんまかっこよくないんですけども、こんな引き出しがあるんですが、ここにですね、こいつ引っ掛けらんないかなと思って買ってきたわけですよ。で、これがね、こんな形に。 なっているので、これをガスガスパってやるとですね、これが、ほら、ちょうどよくつきましたよということで、要はデスクのここでですね、ま、何か紙ゴミとかが出た時にポイって捨てるのに、そのままいけますということで、非常にちょうどいいところにはまるっていう感じですね。ただもちろんこれ、ゴミ箱として深さがあるので、実はこの正面には来れないんですね。あの、この、ここにはつけられないんですよ。 ここにつけると自分の足が当たっちゃってこう座れないので、ここはちょっと使,使えないので、自分の左右ですね。左右の袖の机の下のところでですね、つけておく分にはいけるかなと。まあもちろんね、この下に袖引き出しがあったりする場合は引き出し引いたらこう、ね、引き出しが開かないとかいう問題になっちゃうので、まああれなんですけれども、一応これは、 ま、付け外しも簡単だし、ということで、これでやってます。で、いつもデスクの横に、まあ、これ左側ですけど、右側にいつも大きなゴミ箱があるので、全然あの、ね、二つもいるのかって言ったらなくても全然すぐんですけれども、なんでここに付けてるかっていうと、これやっぱりね、作業をすること結構多いじゃないですか。あのー、細かいな、なんか、物を作ったりとかすることがよくあるんですけど、細々と出たゴミを、常にこう、 こうすぐにポイポイって捨てながらこうやる。で、こう,こうやってこう、こうやって捨てるっていうのができるので、今これあのデスクマットも、これキングジムさんのあのデスクマットなんですけど、今ね、撮影中に動かないようにこれ貼ってますけれども、基本的にはいつもキングジムさんのあのこのレザーフェスっていうやつの,あのデスクマットを引いてるんですけど、こいつをね、こうやってずらしてあげると、もう完全に作業場が、ちょっとずらしますね。でこうやってずらしてあげるとこんな感じになるので、 え、作ったものを、こっからこうやって、あの、いらないのを捨てられるっていう。まあ、これキッチンでも同じなんですけども、非常にやっぱりこうやってこう、払い落とすみたいな感じにしてゴミが捨てられるって非常にいいよね、という感じでありますよ、というとこですね。で、これなんだけど、本当はここにゴミ袋をはめておくことができるんですね。なんで、ゴミ袋をはめて、これ実はここが外れるんですけど、ゴミ袋止め用の、この、こういうものになってるんだけど、このままあ,あんまり意味ないかな、とか、僕的にはもうこの中のゴミは、 汚れてても、そのまんまゴミ箱に、ゴミ、なんか、捨てればいいかなということなんで、この袋が邪魔なんで、今は袋つけてません。なんで、万年筆とか使ったりとかするので、インクとかがほら、中にインクの汚れとかついてますけども、まあ、これはもう、しょうがないかな、というふうに思ってます。あ、そこら辺は、いろいろ割り切りの問題なので、まあ、いいかな、というところですけども。なかなか、いい感じに収まるということが分かったので、僕は最近ここにつけてます。 で、いらないときはこれね。いらないとか邪魔になるときはもうこれ外しちゃえばいいので、え非常にいいな、ということで。まあ、とにかくね、ゴミ箱は常にゴミが捨てられる状態で、身近に置いといて、とにかく出る端からゴミを捨てる。っていうのが、まあ、部屋をきれいに保つっていう意味ではですね、まあ、鉄則なので、とにかくゴミ箱がいっぱいになっちゃって、 で、ゴミ箱に溢れるようになると、やっぱり部屋は汚れてきます。なので、必ずゴミ箱を常に、まあ、こう、すで、すぐに捨てられる。あと、溜まってきたらもう、なるべくこまめにゴミは捨てるっていうのを、僕はやっております。という感じですね。なので、え、まあ、このね、え、なんだっけ。はい。こちら。はい。扉にかける折りたたみくず入れ台ということで、まあ、これはあれですね、カインズさんのやつです。まあ、よかった。<laughs> なんで <laughs>、最近の机アップグレード情報でした。 で、よいしょ、戻します。で、最後。はい、最後は、えー、ガチャガチャなので、気楽に聞いてください。えー、今回のガチャガチャは、えー、っと、コンプはしてません。たまたま通りがかったところにあったやつなので、こう、まあ、やって、うん、よくかな全部違うのかな多分全部違うのが出てます。なので、えー、っと、あれですけれども、今回は何かというとですね、こんな感じです。 えっと、文房具擬銃化マスコットフィギュアということで、擬術化ってなんだよって話なんですけど、こんな感じです。えと、だから、えっ、ー、と、これどこが出したんだっけえっ、ー、と、クオリアっていうメーカーさんです。が出しているガチャガチャです。一回いくらだっけな一回いくらだっけななんか300円ぐらいだった気がしますけれども。えーとですね、で、何かというとですね、こう文房具モチーフの動物なのかな なんで、文房具を、まあ、擬重化なので、まあ、擬人化とかよく言われますけれども、人じゃなくて、まあ、動物的なものに置き換えているタイプのものになります。ということで、ちょっと開けてみましょう。で、このま、1個目がですね、これですね。はい。え、こちら。はい。ファニークってやつね。ちょっと待ってね。はい。よいしょ。で、こうやってね、ほら、ゴミ出るじゃん。で、出たら、これ、これを、ここの、あこの横にね。<laughs> 横にね、横に、横にね、ここね、ここにポイって捨てるっていうね、えー、感じです。まあ、こういう時にですね、えー、すぐに捨てていくっていうのは結構大事ねっていう話ですね。ちょっと斜めだ、ちゃっと。ごめんなさい。はい。えー、ということでですね、まあ、こういう袋とかをポイって、ポイって。もう今のアクションでもう捨ててますからね。いいですよね。ということで、今回出てきたのはこちら。はい。えっ、ー、と、これはですね、こんな感じですね。これはね、ハニークっていう名前ですね。と、万年筆かける8ということで、 万年筆と鉢の合成です。ということで、ハニークですね。なんかこの、ペン、ペン先がお尻のところですね。鉢の腹の部分になってますよ。ということで,で、かわいいよね。ということで、こんな感じです。ハニークさんですね。これ立って、あ、立つんだね。こんな感じに立ってくれます。はい。じゃ、順番に行きましょう。え、これがですね、よいよいよ。 はい。ググっと開けましょう。はい。えー、こちらがですね。はい。まあ、これを見てちょっと欲しいなと思ったんですけれども、これがですね、チクイットっていう名前ですね。えー、付箋と、えっ、ー、と、ハリネズミ。まあ、チクイットっていう名前になってます。チクチクするのチクですかね。あと、イットはポストイットとかのイットですかね。っていう感じですけれども、えっ、ー、とね、えー、こんな感じで。えー、まあ、 何ですかね。ハリネズミのこの針の部分が全部こうなっていて、なんか松笠さみたいな松こ、松ぼっくりみたいになってますけども、そんな感じのですね、動物。これかわいいよね。こ付箋モチーフって言われて、確かにそんな感じがします。かわいい。はい。そして、えー、三つ目。これなんだっけよいしょ。開けてみましょう。ギュギュギュ。 そっか、5つあるうちの4つが出たんですね。で、5個目、えー、開ければいいものを開けずに帰ってきました。いや、多分ね、もう1個引いたら多分ダブルんだよねーって思って、もうこれでやめようと思って。あ <laughs>、実はね、だからこれが出したかったんだよね。これが出したくって、これが出たのでもういいやーと思って、えー、まあね、えー、やめて帰ってきました。はい、こっちはですね、はい、これな,な、アルマジロですかね。はい、えー、こんな感じです。カチャポンっていうね、ソロ版。 かける <laughs> アルマジロじゃないアンキロサウルス <laughs> アンキロサウルスちょっと待て、ね。蜂。ね。蜂とハリネズミまで分かったけど、アンキロサウルスいきなり恐竜です。もう、時期とか関係ないんだね。<laughs> っていうことで、はい。えー、アンキロサウルスで、えー、このね。あの、この、ね。そろばん玉がいっぱいついてますけれども。ということで、えー、アンキロサウルスでした。<laughs> っていうことで、えっ、ー、と、カチャボン。そしてですね、はい、こちら。もう一個開けよう。よ、よ、よ。 よ、開かない。ちょっと待ってね。よいしょ。はい。ビビビ。なんかね、あの、いっぱいテープが貼ってあるので、はい。開けました。はい。ということで、ちょっと待ってね。これもポイポイって捨てちゃいましょう。はい。そしてですね、もうこれも玉も捨てておこう。ね。あの、ほら、机の上が片付く。いいね。 はい。今日は、そんな感じで、片付けながら行きましょう。はい。ということで、えー、次に出てきたのが、えっ、ー、と、これは、なんだ、アッキーってやつですね。ちょっと開けましょう。はい。ビビって出しましょう。これは、こんな感じですね。猿ですかね。はい。えーとですね。はい。アッキー。ね。 えー、主肉かける猿ということで、えー、主肉のお猿さんですね。お腹のところとかはあれなんですね。えっと、主肉になっていて耳とかがそうなんですね。猿って言えばですよ、なんかお尻かなと思うとお尻は赤くないんだね。<laughs> ということで、お腹だそうです。ということで。ね、あのー、なんか、 猿って言うとどうしてもお尻が赤いイメージっていうのがあったりしますけれども、そっちではなかったですということで。えアッキーです。ということで。これお猿さんですね。まあ、こうなってくると、ま、あこれ主肉かって言われるとなかなか、ほら、ここら辺はほら、モチーフすごいはっきりしてますけども、そこに行くと、ちょっとアッキーさんはあれかなと思う。あ、ちゃんと立ってくれるのいいですね。尻尾の形とかをちゃんと作っているので、みんな立っててくれるので、よいしょ。はい。えちゃんとバランスが取れるように作ってあるのはいいところかなと思います。で、もう一個出なかった。 ののが何かかっていううとととジョーグ定定規規ササメメですね三角定規かけるまあこれを出すまで頑張ってもよかったんですけれども、まあね、どうしてもコンプしなきゃいけないかというとそうでもないかなと思ったのと、まあ僕的にはなんかこう、なんかデスクトップに飾っておくんだったらこのぐらいがいいかなという感じがしたので、これとかね、あとこれとか可愛い,いですよね。8のね、この、 万年筆と付箋なんかはすごく可愛いので、いいかなと思いました。なので、ちょっとしばらく飾っとこうかどうしようかって感じですね。えっと、今、ちなみにですけれども、僕のデスクはどうなっているかっていうと、今日はね、デスクの上でちょっとこのカメラを動かすのが、ちょっと、自分のデスクでこうやってみよう。こんな感じです。で、えっと、今はですね、前にちょっと、あ、なんだっけ、これは、なんかのガチャかなんかで、これもガチャかなんかですけども、あの、リック・ブルーナーの象さんですね、これもら っやつだっけな可愛い,いので、非常に可愛い,いので、えっ、ー、と、これはあの、ずっとね、ブルーナのゾウさん。ただね、ホコリをね、これね、表面がフロッキーつって、なんかね、肝を加工されているので、ちょっとね、表面にちょっとホコリがついちゃってかわいそうなんですけど、で、あの、これがあの、いつものね、ウェブカメラのレンズの拡大用のレンズなんですけど、これはちょうどね、あの、ゾウさんの乗るだとしては非常にちょうど良かったので置いてます。でここにね、はい、まあ、こんな感じで、 え、置いといてあげるといいかなーというところで。よいしょよいしょ。はい。まあ、こんな感じですかね。まあ時々入れ替えたりとかするので、ずっとあるかって言うとあれですけど、このぐらいな感じで、えー、乗っけといてあげるといいなーということで。このなんか、造形が面白かったので、今回はあれですね。あと、この間、あの、ほら、紙箔で買ってきた。このなんか、謎のえ紙の塊ですね。ちょっとあれですね。まあ、このアンキロサウルスのソロ版と、えっと、お猿さんはですね、 まあちょっとずっと置いとくかっつうと、まあ、これはまあ、そのうちにっていう感じではあるかなというところですね。あんまりあのデスクの上ごちゃごちゃしてしまうとあれなので、えっ、ー、と、時々入れ替えたりとかしてますけれども、まあ今はね、ゾウさんがずっといるので、その横に、まこの2体は置いといてもいいかななんて思いますと。 いうところでした。はい。ということで、今回のは、まあ、文具機能があるわけではなくって、文具がモチーフになっていますというだけではあるんですけれども、新しいジャンルというか、文具技術化というのが新しいジャンルだったので、今回はですね、このマスコットフィギュアをですね、買ってみました。まあ、個人的には、なんかその、やっぱその、作りやすいやつをキャラクター化してるっていうのはまあ、あるんですけれども、ね。 あの、不箋と万年筆と朱肉と三角定規とソロ版っていう感じっていうのは、だからその動物ベースで考えるとこういう感じなんでしょうけども、まあよく使う系のものが、まあなかったりするわけですよね。なんで、もうちょっと身近な文房具がどんどん増えてきたりとかすると本当は面白いのかなと。これだからなんかこのね、あの文房具を擬重化したやつだけ30個種類とか、なんかあの、 映像だけでもね、映像というか、このグラフィックだけでも、例えば、ね、2、30種類こういうやつがいてくれたら、まあ、ポケモンみたいな感じですかね、文房具が揃ってくれると、それはそれで楽しいかなと思うんですけれども、今回はこんな感じということで、まあね、やりやすい機能とか文房具っていうのと、そうでないものっていうのはよくあるよねって思ったりはしますと。いう感じですね、なんですけれども、まあ、あの、ディスクの上でですね、ええー、いい感じに収まってくれたんで、はい、ということで、今回はですね、 え文房具技術家のお話でした。あとは、えさっきのね、えっ、ー、と、ベロニクスの、あれですね、スミスに行ってきてですね、買ってきたロルバーン。これは、質感が最高っていうのが、これね。それと、あとは、えゴミ箱ですね。はい、ということで、何か扉にかける折りたたみくず入れのお話でした。ということで、今日はそんなお話でした。以上です。お疲れ様でした。おやすみなさい。以上です。